作業が増えるよ。やったね、マゲちゃん。この動画は、外出自粛から、プラモにハマったオタクの成長記録である。ハロー、毎週投稿者のコズマゲです。今回のキットはこちら、MG サイコザク。これを黒い3連星カラーで作ります。買えなかったリックドムより強くて、かっこいいのを作ってやる。定価9900円ですが、年末に駿河屋で6800円で買えました。何かとにおうニュースがあったりしますが、私の愛用する店は白ですね。箱がでかい、ワクワクします。オープン、わぁ、すごいよ。1、2、3、4、といつもなら何袋あるかとか、ランナーは何枚とか数えますが、今回、それすると作る気力がなくなると危険予知したので、やめときます。まだ、心の獅子を切断されるわけにはいかない。タンクのパーツでかい、こんなに大きいパーツ見たことないぞ。PG でもこの大きさはないんじゃないか。説明書は37ページ、普通にきついレベルのボリューム。とりあえず、先月のドムも買えなかった時に作った黒い三連星旧ザクを見ながら、どんな色合いにするのか考えます。考えながら組むから時間がかかる。とりあえず足のパーツから組みます。パーツの色をメモしました。探す時に特に役立ちました。ベビーニッパーで切り出して、ぬるっと切れる片刃ニッパーでパーツを二度切り、それでもゲート跡が残るので600、800、1000番の紙ヤスリで整えます。ミスターポリッシャープロを使って電動でヤスります。いつもはやすらずにデザインナイフで済ますんですけどね。今回は私の代表作にするのでやれることは全部やります。ついでにパーツに引けといってへこみがあるので表面処理も一緒にします。これもいつもはやりません。こんなこと毎回してたら毎週投稿なんてできません。光を当てると表面処理の成果がわかりやすい。濡れたメラミンスポンジがあるとヤスリの根詰まり解消などに便利。紙コップにどのパーツかわかるようにメモしておきます。ポリッシャーの電池が切れました。初期のシードのガンダムくらい燃費悪い。 Wii リモコンなら半年は持つのに、表面処理をするとモールドも削れてしまうので掘り直します。タミヤの筋掘り用精密のこぎり、ジョイとか、4K、画質とかレジンガンプラの君が、BM シータがね、買えないなら、おすすめとおっしゃっていたので買いました。持ち手は別売りです。クラフトツール持ってるので、それを使います。筋掘りは初めから、力を入れすぎないことが大切です。軽く何度もやっていればそのうち、癖がつきます。シールドも引けがすごいですが、電池入れ替えてヤスリも交換したポリッシャーで整えます。また筋掘り。何色から何色にするかもメモしておくと失敗しにくくなります。現在作業時間6時間オーバー。まだまだ先は見えません。二度目の電池交換。筋掘りのこぎりが使いにくい箇所はタガネ使います。どこのメーカーかも忘れたし、キャップもどっか行きましたが愛用しています。足のパーツの処理が終わって作業時間9時間。削りカスなどを落とすために洗います。食器用洗剤を投入して混ぜる。超音波洗浄機や食器用乾燥機も使いません。一応、私は初心者でもできる安価なアイテムのみで作るって方針なので、パーツの箇所ごとに分けて乾燥させます。水分が残っているとうまく塗装できないので。あと来週でオルガ死んでから5周年なので次回はその動画です。オルガつながりで絡み機作ります。コズマゲチャンネル、24時間以上乾燥させたので、さっきの足パーツにサフ吹きます。
赤色が黒に染まっていく。しかし、想像の前に破壊が必要なのです。クリップは模型コーナーのを買いましたが、それを立てるのは100均の猫の爪研ぎで十分です。紫にするパーツには、サフの上から塗装、サフには塗料の食いつきを良くしたり、傷を埋める効果があります。作業時間10時間弱、オレンジのパーツ、肩のトゲトゲを尖らせるために、紙ヤスリでトキントキンに尖らせます。これ方言だっけ？見てる人ってどこ住みが多いんだろ？やっぱり東京なのかな？コメントで教えて。今年中登録者1000人行きたい法律事務所。なんか、いろいろ調べてたらランナーを使って、先っぽにくっつけてから削るって方法あるらしいけど、無理だ。私にはできない。だって元のパーツを切って平らにしてくっつけるんだよ。失敗したらリカバリーできる気がしない。削る前後比較。とんがった方がかっこいいですね。あとアンテナも丸っこいので尖らせます。使いすぎで何かわかりづらいですが、ガンダムマーカーです。削る部分に塗って、これがなくなるまで削る。次はフレームを組み立てます。グレーのパーツだけでも3000円くらいする HG 並みのランナー数。仮組みなんて、パーツ外すときに壊す未来しか見えないので部分塗装しながら組みます。フォーアーティストマーカーのゴールドとシルバー、シリンダー部分に塗ります。余計に塗った部分はライターオイルやエナメル溶剤で落とせます。そしてパイロットのダリルではなくマッシュです。私の脳内では、にシルバーでドライブラシします。ダイソーのマーカーがおすすめ。安いし、フォーアーティストマーカーより定着する。ダイソーのライターオイルで水増しして、ダイソーの筆を使う。ドライブラシは、キッチンペーパーなどで塗料を落としまくるのが大切。元旦の元タンクで学んだ。どんなもんか旧ザクで試しておきましょう。良さげなのでゴー。簡単にメタリック感が出せるので最高。よし、OK。立体感が簡単に出ていい感じ。現在作業時間14時間、ザクのフレームが組み上がりました。こいつにもドライブラシします。MG バルバトスとかもドライブラシしたらめっちゃ良さそうですね。塗料をつけすぎた時もライターオイルやエナメル溶剤で拭き取れます。塗料の種類によりますが、リカバリー方法を知っていれば失敗も怖くない。知らなければ怖いんですよね。さっきのとんがりパーツのように、走行付けてほとんど見れなくなるので見納めです。なぜやったか、チラ見えしたらかっこいいから。デカすぎるタンクなど、ブラウンのパーツ洗浄、ブラウンブラウン、ライナーブラウン、黒い三連星に茶色は合わないのでね、表面処理にも苦労したぜよ。あぶねえ、パーツなくすところだった。パーツをなくすことは現状において死と同義、パーツ請求できるなんて思うなよ。白サフの隠蔽力しょぼすぎない。赤が透けてピンクに見えるぞ。フォーアーティストマーカーのホワイト塗ってもダメだ。塗装できたパーツを組み立ててます。この胸部につけるパーツはゴールドで塗ります。サンボル特有のシーリング、決まった長さに切ってクシャットやらー。 MG グフ 2.0 使ってパイプ部分を交換しようかと思いましたが、ザクとは違うのでグフには足にパイプないんですよね。シャーザクも MG は買えないし、特に改造はせず作ります。だんだんと胸部が組み上がってきて楽しくなってきました。さっきのクシャッとしたやつを通して取り付ける。前の旧ザク見たくバーニアを塗りたいので、また内部をフラットレッドで筆塗りします。モノアイは100均のジェムストーンシールを使います。旧ザクの時はデカすぎてモノアイが動かなくなりましたが、今回は干渉せずに動きますね。そして蛍光クリアーを塗ります。これにより UV ライトで光るようになります。
相変わらずピンクなのでホビーカラーを重ね塗りしてホワイトにします。バーニアの外側はシルバーで塗ります。作業時間約丸1日。モノアイにカバーつけますが、シールがでかすぎてつけられないので今回は無視で、肩パーツだけでもバーニア6つつけるのですが、果たしてコズマゲはこの量のバーニアをなくさずに完成させることができるのだろうか。めちゃくちゃ小さい。爪楊枝と比べてこれくらい小さすぎて、ゲート処理で飛んでいくたびにヒヤッとする。細かすぎて目が痛い。皆さん、ニュースです。バーニアのランナー追加分です。作業が増えるよ。やったねマゲちゃん。いよいよ肩パーツバーニア合体です。小さくて難しい。かっこいい。ここの白いパーツ分割は HG サイズじゃできない。足裏にも力入れました。いつもならシルバーで塗る程度ですが、今回は中心に他のと同じようにフラットレッドを塗りました。この小さい丸のパーツも塗るのに苦労しました。足角形。どうせ塗るからランナー状態でフラットレッド全部塗りました。飛び出した部分はライターオイルで拭き取れます。腰のパーツがすぐ落ちる塗装したせいかな。接着剤つけますかね。作業時間30時間で本体がだいたい組み上がり、この後は撮影会です。聡明な視聴者の皆様ならこう思ったことでしょう。こんなの飛行機じゃないわ、羽のついたカヌーよ、とおっしゃる通りです。素体を組み上げて側投稿とは、どんな腰抜けじゃの。まあ投稿者が投稿者、それも仕方ねえか。小妻毛は所詮戦の時代の敗北者じゃけ。はあはあ、敗北者、全くもってその通りです。何十日の間作業するも完成させず、ザクの日にも間に合わず、しまいに屋根を使ってごまかす。実に空虚な投稿者じゃありませんか。まったくもってその通りです。ハイニューとナイチンゲールを同時制作して一本の動画にするお方もいるのに、来週はオルガ5周期なので、早ければ再来週までには完成させて動画あげます。じゃあねえ、見てやるかって。優しい視聴者様はチャンネル登録と通知音をポチッと押してお待ちください。ここから前回の3月、再販情報とガンダムベースの現状のコメント返し。こちらこそ毎度ご視聴、コメントありがとうございます。原作再現ですよ。他人の意見気にしてデスティニー、見ずにシードしか見てないやつ、言えるな。質問届いてた。ミモスツキー粒子ってエンシリーズで共通の設定なの。結論、宇宙世紀のみの設定。ガンダムで人型兵器が近接でドンパチやってる、この便利な設定、宇宙世紀以外のいわゆるアナザー作品でも似たような設定が存在する。例
えばガンダム、シードのコズミックイラの世界では、ニュートロンジェマーという核分裂を抑制する兵器が、地中深くに埋め込まれたり艦艇に搭載されたりしている。ついでに、レーダーやらも使えなくなることにより、この環境下では、モビルスーツが最適ということで、みんな大好きなモビルスーツ同士の戦闘シーンが見られるようになるわけだね。まあ、実物。大ガンダム見るとあんなデカ物が移動するたびに片足で全体重支える時間ができるとか恐怖以外の何物でもないですね。他にも聞きたいことあったらコメント欄で教えて。今年中登録者1000人行きたい法律事務所。何も情報出てないので、ただ需要が供給を上回っただけだと思います。忍者とストフリは普通にあるし、確かにその距離はきつい。初塗装はマーカーで塗っただけじゃった。無人じゃったな。悪いことは良いことの8倍の影響があるので皆さんも優しくしてください。ハイニュー発売日に禁止された店内ダッシュしてた奴らと低カスは人生の大事な場面で死ぬほどうんこ漏れる呪いかけてる。授業中に出したら中学生活終わるなり、そうだ、大声出して音をかき消すなり。ああ。どうしたんだ、いきなり大声出して。なんでもな、ブリ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 。ブチチチブブブチチチブリリリブブブブブ。エディオンは今月までやってますね。クシー、ペイネロもらえるかもしれないからチャンスや。ポケモンといい、昔の攻略本ってキャラに辛辣なこと多くない。2期に期待。先週も最後までご視聴ありがとうございました。 Twitter 見るといつの時代だって品揃えの画像出ますけど、私は実感ありません。再販は即完売してるし、最新の動画のコメントには次回動画内でコメント返しするので、見逃さないようにチャンネル登録フォローと通知の設定オンをお願いします。私にできることはペースを維持して動画を投稿し続けることだけなので、登録者数は視聴者様の手にかかっています。これからもガンプラ関係の動画を毎週末の定期更新していきます。次回鉄火弾使用でグルメカミックスから2期作ります。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回も絶対見てくれよな。